ヤマハ CP-70 の内部エレクトリックグランドピアノは鍵盤を使って演奏される弦楽器でありハンマーによって打たれた弦の振動はピックアップによって電気信号へと変換される。これはエレクトリックギターがアコースティックギターを電気化したものであるのと類似している。電気増幅により共鳴質の必要性がなくなるためエレクトリックグランドピアノは アコースティックピアノよりも小さく、軽く、その結果として、より運搬しやすい。電気増幅によって、従来型のグランドピアノにマイクをつける困難さを回避することもでき、そのため、エレクトリックグランドは、音響システムとともにセットアップすることがより、容易である。ネオ、ベヒシュタインビルリング、フォルスターピアノグランドピアノを電気化する。 実験的努力は1920年代以末にネオ・ベヒシュタインと共に始まった。1939年、最初の市販モデル RCA ストーリートームが発表された。これらの楽器は、響き板の代わりにピックアップを持つ伝統的なハンマー元気口を備えていた。その後の数十年間に、現在エレクトリックピアノと呼ばれるその他の楽器が開発され、広く使われるようになった。 これらはハンマーが弦ではなく音差またはリードを打つことによって音を生み出すという点でエレクトリックグランドピアノとは異なる。1970年代、ヤマハの CP-70 及び CP-80 とそれに続くカワイオ及びヘルピンスティルのモデルによってハンマー弦気口を持つエレクトリックピアノの商業生産が復活した。 1980年代、デジタルピアノが出現すると、エレクトリックグランドピアノの人気は低下し、最終的に生産が終わった。エレクトリックグランドピアノは公式ゼネラルミディ仕様の一部として存続しており、ほとんどの製造業者はヤマハから CP-70 と CP-80 の両方、またはどちらか一方のライセンスを受けている。ありがとうございます。